はいどうもこんにちは、これです。今回なんですけども、パズドラの最新情報を見ていきましょう。マジ情報量多すぎるんで、もうどんどんいきます。まずは進化情報からいきましょうか。まず転生シリーズ5体、超転生シリーズ2体ですね、追加されます。まず先に転生シリーズも転生進化来てたんでね、見ていこうと思います。ちょっと歯医者で1時間遅れたんですよね。申し訳ないです。はい、まずはこの子からですね、はい、夏の子ですね。こっち読み方がね、かこうとみたいな名前だけど、ちょっとあんま分かってないんだよね、このシリーズ。杖3つ持ちに、杖5つ持ちですね。杖5つ持ちになりまして、小学生で 2way バインド耐性、暗闇耐性プラスと、なんかすごい豪華な感じになっています。で、まあ普通のガチャキャラなんでね。で、スキル自体は変わらずに、リーダースキルが76マスで8コンボ以上で攻撃力と回復力が 2.5 倍。火、木、闇の同時攻撃ダメージを軽減、攻撃力が4倍と。回復力非常に高いキャラなんで、合わせ次第では、フレンドと合わせ次第では普通に強くなるんじゃないかなとは思います。これがこの子ですね。まあ、杖めっちゃ持ってる、もしくは暗闇耐性プラス持ってるというところを押さえていただければいいかなと思います。次、ていね。絶対これていねって読まないんだけどね。まあ、多分僕のリスナー賢い人多いんで、多分コメント欄に全部書いてくれてると思います。そちらを見てください。この子ね、水のバージョンで 2way 5つ持ってますね。さっきの水バージョン的な感じかな。で、聴覚性は 2way バインド耐性プラス、暗闇耐性プラスが毒耐性プラスに変わってます。こっちは暗闇耐性プラスね。で、こっちは毒耐性プラスに変わってます。はい。まあ、その違いですね。まあ、でも 2way のこの量とかは変わらないかな。で、スキルは、進化前、究極、覚醒と一緒で、三色人と。で、リーダースキル76マスで8コンボ以上で攻撃力と回復力が 2.5 倍。火、水、光の、同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍と。これはまあ、あれですね、さっきのやつと変わらない感じで、まあ、回復力高い普通にコンボ系のリーダーになるのかなっていう感じになります。一応10倍出るから軽くは悪くないよね。はい、まあそんな感じです。まあ、杖めっちゃ持ってるよね、本当に。で、バチョウですね。それのキーバージョン。また 2way めっちゃ持ってるんだよね。で、聴覚生自体は、2way バインド耐性プラス、今度は暗闇でも毒でもなく、お邪魔耐性プラスになってます。まあ、つまり火が暗闇、水が毒、木がお邪魔って感じですね。で、バチョウがそうまさにお邪魔耐性プラスを持ってると。で、スキルは覚醒と変わらずで、リーダースキルは76マス、8コンボ以上で攻撃力と回復力が 2.5 倍。水、木、光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍と。まあ、これもね、またしても同じように、コンボリーダーで、回復力が高いですねとしか言えないんで、もう次行きます。はい。続きまして、挑戦。僕、覚醒地味に使ってたんで、ちょっと嬉しいんですけど、などね、結構強くなります。覚醒、はい。光軽減プラス、スキブプラス、LG3 つに、暗闇耐性プラスを覚醒で持つんですよね。小学生はまあ、LG、バインド耐性プラス、スキブプラス、待って、これえぐい。あ、待って、みんなこれやばいわ。これスキブプラスを覚醒につけるじゃないですか。ってことは、スキブ4つ持ちなんですよ。で、このキャラ、スキルターンが2ターンなんですよね。つまり、なんて言うんだろう。この上にスキルを継承すると、2ターン分並走できるんですよ。これめっちゃ難しい話なんで分かる人だけでいいんですけど、ルティナがもともと1ターンのスキルを持っていて、スキルブースト2個持ちで、1ターン分余裕があるキャラだったんですけど、この挑戦は、スキルブースト4つ持ちで2ターンのスキルなんで、2ターン分余裕ができるの伝わるこれ。普通に直入れするより挑戦につけた方が2ターン分余裕ができるんだよ。まあ、ややこしいと思うんで別にいいです。とにかくこれは、強い。それだけ分かって、スキルブースト4つ持ちで、スキル2ターンは強い。当たり前だからね。これだけ押さえてください。強いです。で、スキルは、覚醒と変わらずで、リーダースキル76マスで8コンボ以上で、攻撃力と回復力が 2.5 倍。光を5個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃力が4倍と。なんかあれだね、ティファみたいな感じだけど。まあでもティファに関してはもっと強いから、まあ、これはそんな使われづらいかな。でもまあ、スキル4つ持ちとして間違いなく使われると思います。スキル4つ持ちはマジでこれ強いから。2ターンでね。で、最後に芝居。まさかの 2way 帰ってきた。嘘やん。逆に聴覚生は毒耐性プラスになるんだ。へえ。闇バージョンですね。2way バインド耐性プラス、毒耐性プラスですね。で、スキル覚醒と変わらずで、リーダースキルは76マス、8コンボ以上で、攻撃力と回復力が 2.5 倍。水、木、闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍という形になってます。まあ、とにかくこのシリーズはなんか、火、水、木、闇はなんか杖いっぱいで、挑戦がスキルをつもちで超強くなったって感じですね。はい、続きまして、超転生いきましょう。さあ、続きまして、超転生進化ですね。昨夜、白、メイメイかなが来てるんだけど、今度、次、レイランが来ましたね。超転生レイラン。進化祭、虹メダル、チーリンの奇跡、火の宝玉、ダイヤドラゴンフルーツ、古代の三神面ですね。はい。で、進化祭がこちらで、性能がこちら。でん。画質、これ見えてる？これ、画質足りてる？読み上げますね。スキブ2つ、スキル封印耐性、指炎上、お邪魔耐性2つに7コンボ強化3つです。7強3つ持ちなんで、火力は結構高めかなって感じで。で、スキルがこちら。全ドロップを火、これ変わらないですね。覚醒と変わらないか。全ドロップを火、光ドロップに変化の1ターン並走。これは変わりませんね。7強3つ持ちでお邪魔耐性2個ってよく考えたら強くね。7強3つだよ。で、リーダースキル、火属性の HP が 1.5 倍、HP50% 以上で攻撃力が5倍、光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が3倍と。これはまああれかな、命名系のシリーズとあんまり変わらないですね。まあ225倍って HP2.25 倍で軽減されますよと。ただまあ3色必要だから難しいよなっていう話はあるんだけど、サブとして7強3つ持ちは強そう。超覚醒こんな感じですね。バインド耐性プラスチーム HP 強化、L 字雲耐性ダンジョンボーナス。まあバインド耐性つけないとね、バインド弾けないからってことだろうとは思うけど、超覚醒。あとはまあ普通におまけ的な感じかな。はい。でもダンジョンボーナスさんのも地味に強いからね。こんな感じになっております。次行きましょう。オロチですね。千里降臨が来るんですよ。なんと、18時。多分もう動画上がってますね。じゃあ動画上がってる頃にはもう来てると思うんですけど、千里降臨で来ます。はい。ちょっと遅くなっちゃったからな。で、性能がこんな感じですね。バインド耐性2つ、スキルブーストプラス、スキル封印耐性、追い打ち、2way4 つです。追い打ちに 2way4 つにスキルプラス、尖りすぎじゃね。で、スキルは、転生と変わらずに敵の行動を4ターン遅らせる。4ターン遅延ですね。で、リーダースキルは、水属性の HP が2倍、4コンボ以上で攻撃力が上昇最大16倍、HP が0になる攻撃を受けても踏ん張ることがあると。根性持ちで、かつ水の HP リダフで4倍、256倍の火力と。なんかすごい尖ってますね。使い道あんのかな？ちょっと怖いけど。まあ、サブとしてワンチャン、使いづらいな、ちょっと。超覚醒こんな感じで、スキブと 2way 雲耐性、操作負荷耐性、ダンジョンボーナスと。なんか少し使いづらさはあるかなって感じだけど、まあ個人的にレイランが強いから別に何でもいいや。レイランマジで強いと思う。7強3つ持ちで。まあ、オロチに関してはちょっと渋めな性能かなと思うんだけど、まあ何かしら使い道はさすがにあると思います。これがオロチですね。超転生進化に関してはこの2体となっております。進化情報のまとめはこちらで終わりにさせていただきます。続きまして、とんでもない告知が来てるんで行きましょう。続きましてこちら、ストーリーダンジョンソニア編クリアで魔法石100個ゲットなんだこれいきなり。やべえ。ちょっと待って。まずね、ストーリーダンジョンは、次の大型アップデートで来ると言われているね。言われているってか絶対来るんですけども、ソニア編というね、ストーリーダンジョンの一部のクリアをすると、魔法石100個!しかもこれね、後で詳しく解説しますが、ストーリーダンジョンはなんと、完全固定チームなので、誰でも勝てて、魔法石100個。絶対やりましょうっていうイベントですね。はい、ということでね、まあ、ソニア編についてね、ストーリーダンジョンについて少し見ていきましょうか。はい、で、ストーリーダンジョンに関しては山本プロデューサーさんがね、説明してくださってるんで、詳しく知りたい方はそちらの動画ご覧ください。ただ今回は一応ね、サクッと僕なりにまとめていきます。まずストーリーはこんな感じあります。見たくないからまだ飛ばす。うん、これはちょっと楽しみにしたいんでね、まだ見ません、僕は。見たい方はぜひ動画で見てください。一応最初のだけ載ってます。で、パーティーはこんな感じで完全固定です。最初の場合ね、ダンジョン始まったばっかなんで、まだソニアしかいませんということをね、山 P さんも説明されてると思います。はい。で、まあ実際にね、こういう風に進んでいくわけなんですが、はい、こんな感じでね、固定パーティーでダンジョン攻略していきますよと。内容は少し省かしてもらいます。で、こんな感じでね、ボスが、これちょっとね、かっこいいんだよね、この演出。ちょっとこれ見ててほしいんだけど、こんな感じで喋るんですけど、てか見なきゃダメかー。ちょっと本当は見たくないけど、ちょっとだけ我慢するか。まあまあ、これは別にそこまでストーリーじゃないからな。ちょっとやべえ、読みてー、このストーリー。で、ちょっと見ててね、これ。ほら、めっちゃかっこよくない？こんな感じで演出がある。で、まあ、倒していくという形になってます。はい。で、フロア初クリアするとこんな感じで魔法石1個がもらえますと。フロア初クリアで魔法石1個だよ。でかくね？ってことは例えば5階層のダンジョンだったら 5個は最低でもらえるわけよ。そう、つまりストーリーダンジョンはストーリーを楽しめるだけでなく、みんなが魔法石を回収できる素晴らしいダンジョンでもあるということがね、言えると思います。で、まあ、ここも少し飛ばさせていただいて、で、こんな感じでね、ゲットしたキャラを、ダンジョンのキャラに入っていくと。固定チームなんでね、パーティーはもう固定っぽいんですけど。はい、こんな感じでクリアしていくことができるという形になってます。はい。で、またしてもフロア初クリアすると、こんな感じで石がもらえますよと。こういうのを繰り返していって、ソニア編をクリアすると合計100個もらえるという形になってます。そしてストーリーをクリアするとソニアに新たな進化形態が追加されると。多分進化素材かなんかがもらえるのかな。で、進化形態が増えるんですよ。ソニアの。いや、相当強いと思う。そしてこちらだね。ストーリーダンジョンソニア編クリアで魔法石100個がもらえますよという形でね。もうこんな感じで文句なしの神イベントでしょ、こんな。もうね、間違いなく神。ストーリーダンジョンが、次回のアップデートかなで実装されるらしいですね。とにかくもう僕たちは期待しておきましょう。で、続きまして、地味に便利な進化サーチ機能ですね。この進化サーチ機能、もともとね、進化サーチで進化形態を何体持ってるかなって見るだけの画面だったんですけど、これからはこんな感じで、でん、めっちゃ見やすくないですか？進化素材を何個持ってるかとかね、こうやったら進化していけるっていうのをすべて、この、なんて言うんだろう、わかる。これで表してくれるの。つまりこれから進化をする時もかなり見やすくなってね、もっと初心者の方でも簡単に進化の方できるようになると思いますっていう感じでね、まあ、これは正直言って多分ガチでやってる人からしたら全然関係ないアップデートかもしれないんだけど、初心者の方とかね、あんまりなんかまだパズドラ慣れてないなっていう方がね、すぐに慣れれるように、変わるのかなというふうに思います。まあこれもね、でも見た目としてもすごい良くないですか。全体一覧的に見れてね、これ地味にありがたいアップデートじゃないかなと思います。これも次回のアップデートで、発表される予定となっております。というのがね、今回の動画でのまずは発表になりました。ストーリーダンジョンから進化形態からこんだけもらっても僕はありがとうございますしかありません。多分ここ1週間は動画ネタに困らない。いやマジですげえよ、ありがとうございます。本当なんか最近のコラボラッシュはもしかしたらストーリーダンジョンを開発するためにあったんじゃないのかっていうね、その説まで俺は考えてる。こんだけコラボしてリスナーにプレイヤーに叩かれてもコラボしていたのは実はこのストーリーダンジョンを用意するためだったんじゃないかっていうね。はい、まあというのが、今回の動画の内容となっております。続きましてイベント情報を見ていきましょう。はい、続きまして、イベント情報を見ていきましょう。まあ、ここからも普通に行きましょう。13日間イベント兼ダンジョンが出現です。合計13個魔法石もらえて、玉ドラが39体合計でもらえますよと。まあ、毎日やりましょうって感じで。で、続きまして、天影からの贈り物と。これまあ、あれですね、地味にレモンドラゴンとか最近ゲットしづらかったキャラたちがもらえますって感じで。まあ、一応ね、ぜひゲットしてください。で、カミングスーン第3弾。で、第4弾76杯、これ後で話します。これ自由杯かな、多分。で、第5弾カミングスーで第6弾5種類の、精霊王降臨がスペシャルダンジョンとして登場と。まあもうさすがに結構経ちましたからね、キーラとかそこら辺のキャラたちが全部、登場しますよと。まあ今ウンバとかもいっぱい来てるからね、それは来るよね。9月24から10月8日まで来ますね。んで、玉だら大量発生でスタミナ2分の1と。まあ、玉だらゲットしましょう。で、対象のダンジョンにプチノエル出現。3人ワイワイ協力プレイボーナスの友情ポイントが8倍。地味にでかいね。8倍。で、対象ノーマルダンジョン、ラン経験値7倍。まあ、経験値上げましょうっていう。で、極限降臨ラッシュのラン経験値が6倍。なるほど。降臨ダンジョンクリア時のラン経験値が6倍。ハヌマン絶対来ないね、マジで。で、オリオビダンジョンが登場。一度きり超絶経験値配信。スキルレベルアップ、合成成功確率6倍って感じになってます。はい。これがイベント解説で、最後にランキングダンジョン見ていきましょう。おーっとー、これは面白そうだね。これマジで。3% 王冠だね。で、50% で P ラッシュがもらえますよと。で、今回の特殊ルール、2体攻撃消し方ボーナス40倍。つまりこれ 2way で2000点。でかすぎでしょ。ガドブレボーナス25倍。つまりガドブレをすると、400×25。は ?1 万点え ?2way1 個2000点で、ガドブレで1万点ってことやばくね。L 字消し10倍。ってことは L 字消しで4000点。はこれ待って、2way メインじゃない。2way 組みながらガドブレ発動してコンボするのが一番良さそう。で、ワンチャン組めるなら L 字組むみたいなランダーになるのかな、多分。まあ、2体攻撃2000点、ガドブレ1万点、L 字消し4000点のすげえカオスなランダーですね。で、ちょっとダンジョンの階層とかはもう全く見れなくなってるんですが、まあ、自由杯でね、やってくって感じになっております。まあね、このランダーに関しては9月24日火曜日からなんで、24日からね、頑張っていこうと思うんで、ぜひとも。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、ということで今回はパズドラの最新情報を全てまとめさせてもらいました。あまりにも情報量多かったんだけど、もうとにかくまとめると魔法石やべえよって感じなんでね。ぜひよろしければね、パズドラに高評価する感覚でね、僕の動画にもチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ここまで見ていただいた方、本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。